キモイです。ウザイです。よろしくお願いします。お願いします。最悪だ。今キモイとウザイになったから、ね、そうだよ。変えといてテロップ。いやまだるいわね。接待行ってくるわ。雨の中の浅草接待最悪だよ。ほんとだるい。それは新宿でみんなで待ち合わせて行くみたいな、うん、なってて、でなんか残りの2人はあーそうしようそうしようみたいになってんのよ、なぜか。それもキモいじゃん。で私は極力1分でも1秒でも1人でいたいから。あるよそれは。で私浅草直で行きますって。1人だけ。他3人は一緒に行くんだ。そう、全然仲良くない私からするともうほんと地獄でしかないからねこの回。なんかでも私がいるところに絶対いるなこいつ。ついてってないよ。ついてきてない。たまたまなんだね。一緒なの。ああそっかそっか。タイミングが。ごめんごめん。ちょっと寂しいとか思ってねえから。なんかいるなと思って。彼氏にしたくない人。したくない人？うん。それはもう半ズボン履いてる人。結構多いけどなそれ。大丈夫ガチでやんでるうち男の人が半ズボン履いてるの。いや分かる分かるんだよね。分かるんだけどねそれは残念ながら、ね、いやタンクトップも嫌だよ私。あやだてかぴったりしてる T シャツとかやだ。多いよね、冬とかはそうロングコートを着て、うわ、ね、絶対やだ。もう最うち的にはそれがもう最高。 絶対やだ。うちはそれが最高。ロングコートやだな。やなんだ。やだ。よかったでもタイプ違くて。でかいよこれ。なんで？喧嘩になるからね。なんだろう、それ同じタイプタイプが一緒なら。同じタイプ好きでも別にならんだな。喧嘩になるよこれは。なんかでもみんなのさ。その仕事なり学生なら学校でなり、うんうん、ちょっとなんか不満聞きたいね。不満？うん。なんかあんのじゃいんちゃん日々の不満が。日々の不満？いやなんかもう明日だよね。直近すぎる。直近すぎるのよ。休みの日に遊びに誘わないでください絶対に。でも待って、いいですか？はい。うちも明日職場の中で一番ちょっと苦手な人と二人きりの日勤です。いやまだいいのよ。それは耐えなきゃいけないじゃん。お金もらってますから、うん、うちもらってないよ。ちょっと残業代出る明日の接待。出ない。出ない。もう仕事じゃんそれは。なぎちゃんは。私仕事じゃないんだよこれ。いやさプライベートを行かれんのうちえぐいわ。えぐいよね。それでなんかみんなで上げていこう気分。いや待って不満言い合って気分上がんねえだろって。不満言い合ってうわこいつよりマシだわって思って頑張ろう。いそしたらやばいエピソード言ったやつがもう終わりやん。そうだよ。意外と私のくら寿司が優勝説あるけどな。いやそんなありますよ絶対。もっとえぎいやつとか絶対探せば。ある？小さな幸せじゃ。小さな幸せ、うん、そういうの話していこう。確かに小さな幸せは大事。でも今日まず何も予定がなくだらだらしてたのは、まあ、いいこと。最初の休日を過ごせ。なるほどね。お昼ご飯を食べに行ったんですけど、はい、なんか美味しそうなパスタ屋さん入ってパスタとピザを頼んで食べたんですけど、はい、めっちゃ美味しくなかったんだけどマジで。最悪。マジで美味しくなかった。美味しくないんかい。美味しくないし店員の態度クソ悪いしめっちゃ高えの。おいクソじゃないかよ。最悪。ピザの幸せどこだよその中で。探してくれ。ないんじゃん逆に。おーいい。
してもっと。いやもうそういうのがもうダメだよ絶対。ダメか。自分を不幸だと思ってます。ダメか。あります、小さな幸せ日々。今日これからなぎちゃんとエペックスできる。はい、いい幸せです。幸せ、それ結構かなり大きめの幸せかも。あ、すごい。あ、ちょっと嬉しい幸せ。なんか連鎖だよ、それ連鎖でこっちも嬉しい幸せ。あ、いいね、相乗効果。大事大事、そういうのやっぱそうやって言っていくことが大事よ。そうだね、言葉大事、うん、人間だもの。確かに。いつでもいるな。大事。三つ目は、三つ目は、三つ目いるな、やば。いねえよ。三つ目いたな、今。三つ目はいねえよ。三つ目っていんの？いるだろ。違う違う。誰だよ、じゃああれ。え、じゃあ、だって、いや、誰なの、あれ。三つ目だよ。違う、あれ三つ目だよ。三つ目って誰なの？今日デムうち初めましてでした。あらあら、それはそうなんや、みんなそう、今日はみんな初めましてなんや。違う違う、それでいいと違う違う違う、なんか新人さん初めまして、あの休日出勤だったのよ。はい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 。で新人さんにうちが教えたの、いろいろ。おお、やるね先輩。そうですみたいな、そう、ちょっと先輩ずらしてみて。うん。今日本当にやることなくて。うん。超暇で。やることない仕事とかある？あ、あるの。あるんだ。あります、ここに。ありました。なかなかないけどね。やることないって。今日6時間ぐらいは雑談してた。もうほぼやん。え、そうだよ、本当にそうなの。話すことなくてちょっと気まずかったんだよ。逆にね。え、そうなの。そこまで話しちゃうと。そうなの。みんな何が好きなのかなっていうか。特にね、興味もないようなこと聞いてね。いや、そうそうだの、なんかそういう時さ、何話せばいいみたいな、なんかちょっと最後気まずくなって、なんかちょっと仕事してます感出してさ、うち仕事してます感出して自分のパソコンの前座ってちょっとなんかカタカタとか。好きなっていうのやめようか。あー、好きなとかやめた方がいいんだ。やめた方がいい、うん、だってそれ自分知らなかった時もう終わるからさ話。いや、そうなんだよね。え、へえ、で終わっちゃうのよ。そうですよ。共通点あればね、仲良くなれるって言いますから、やっぱり。そうなんですよ。でもなんか今日3人いて、うん、3人全員と共通点合うことなんてないじゃん。ないね、人間ってことぐらい。そう、人間について語った方が良かった。それがね。え、なにこれ。え、なにが、え、来て、行く、はい、4、5。え、こんな表記だったっけ前みたいな。家事代型を置いてくださいって、何これ、こんな、え、確かに、こんな棒人間みたいな、あったこんな、え、確かに、何家事代、代、家事代が、はい、家事型。え、ちょっと見に行かない。え、それは行こう絶対。船場とかいらんね、冒険だなこりゃ、うん、なんか桜とかのバイオームもなんかできたらしいよ。なんかね、ラクダとか書いてあったよ、だって。ラクダいんの、うん、なんかうちらもそろそろさ、はいはい、なんか捕まえる馬とかさ、なんかいるじゃん。あ、いいね、乗れる、乗れる系、うんうんうん、だってなんかあったよね、移動キャラ欲しい。え、そう、わかる、ね、え、何希望の人、バルキリー。あー、すごい、ちゃんとエフェクス、ちゃんとエフェクス希望で言うとね、